こんにちは、ともろです。今回私が紹介するレシピは豚肉のチーズ焼きオーロールソースです。オーロールソースっていうのは手軽にできてグリルにとても合うソースなので、この機会に覚えていってください。それでは作っていきましょう。それではまずは豚肉を筋切りしていきます。脂身と肉の身の境目を切っていきます。これをやっとかないと後でお肉が縮んじゃいますので、必ずやるようにしましょう。こんな感じです。では焼いていきます。フライパンに油を敷きます。豚肉に塩コショウを振ります。そしたら薄力粉に両面つけて中火で焼いていきます。焼き色がついたら繰り返して反対側も焼いていきます。裏側も焼き色がついたら弱火にします。大葉の1枚乗せます。この上にとろけるチーズを乗せていきます。そしたら蓋をして4分から5分焼いていきます。お肉を焼いている間にソースを作っていきましょう。お鍋にウスターソース大さじ1杯、ケチャップ大さじ1、生クリームを 100cc 入れて火にかけます。このぐらい煮詰めてとろみが出たら完成です。いいですね。ラップに取っていきます。それではお皿に盛り付けていきます。ソースをたっぷりかけましょう。ピクルスをクレソンで飾って完成です。豚肉のチーズ焼きオーロールソース、いかがでしたか？次回は私の友人の料理男子が自慢のレシピを披露してくれます。それではお楽しみに。